長州藩。長州藩は、江戸時代に、諏王国と長戸国を両国とした戸様大名、毛利氏を藩主とする藩。価格は国主、大広まずめ。藩長は長く、萩城、萩市に置かれていたため、萩藩とも呼ばれた。幕末には、諏王山口の山口城、山口政治堂に移ったために、諏王山口藩と呼ばれる事例もできた。一般には、萩藩、 津を山口藩時代を総称して、長州藩と呼ばれている。幕末には、東幕運動、明治維新の中心となり、明治時代には、明治新政府に政治家を多数輩出した。2018年時点で、全国最多の9人の内閣総理大臣を輩出している。藩主の毛利氏は、大江広元の4、男を外する一族。鎌倉時代に、 越後国佐橋層を領した毛利教皇は、四男の時親に、秋国吉田城を分与し、分家を建てる。時親の子、育ちか、孫の親公は、越後に泊まり、秋の所領は、間接統治という形を取ったが、南北朝時代に時親のひ孫、元春は、秋に下校し、吉田軍山城にて領地を直接統治するようになる。戦国時代に、毛利元成が出ると一代にして、 国人領主から戦国大名に脱皮、大内氏の所領の大部分と天古市の所領を合わせ、最盛期には中国地方十カ国と北部九州の一部を両国に置く最大級の大名に成長た。元成の孫の毛利輝元は豊臣秀吉に仕え、天正19年1591年3月、秋、諏訪、長戸、備中半国、備後後規半国、 泉も、岩見、沖の百十二万国を安ど、岩見銀山五十万国相当。また以前の検知では、厳密にこれを行っていなかったことを考慮すると、実例化は二百万国超され、本拠を、吉田軍や真城からより、地の利の良い広島に移す。秀吉の晩年には五大老の一人に押され、関ヶ原の戦いでは、西軍、石田三成法の名目上の総大将として、 担ぎ出され、大阪城塞の丸に入ったが、主家を裏切り、東軍に内通していた重帝の吉川、広家により溶く家康に対しては、敵意がないことを確認、もう年への所領は安泰との約束を家康の側近から得ていた。ところが、戦後、家康は広家の弁解とは異なり、寺本が西軍に積極的に関与していた書状を、 大阪城でおさむしたことを根拠に、一転して、照本の戦争責任を問い、所領安堵の約束を保護にして、もう年家を、原稿処分とし、照本は隠居と、なし、嫡男の秀成に、巣王、長戸に過国29万8480国にと三号を、与えることとた。実質上の初代藩主は、照本であるが、形式上は、秀成である。また、秀成は、 幼少のため、当初は、照本の重帝の毛利秀元と重臣の福原、広俊、増田元将らが反省を取り仕切った。慶長12年、1607年、両国を4分の1に減放された毛利氏は、新たな県地に着手し、慶長15年、1610年に県地を終えた。少しでも、国高を上げるため、この県地は過酷を極め、山城地方、 現岩国西錦町、本郷町では一期も起きている。この県地では結果として五十三万九千二百六十八国余りを打ち出した。慶長十八年、六百十三年、この時、江戸幕府に提出する午前町が以後の盲都市への交渉となるため、慎重に幕閣と協議した。ところが、思いもよらぬ五十万国を超える高市高に驚いた幕閣。抜 取り次ぎ役は、本田正信は、敗軍たる西軍の総大将であった毛利氏は五十万国の、文言ではないこと、二等軍に、功績のあった隣国の広島藩主福島生息十九万八千国との、釣り合い、毛利家にとっても高い志向は、交付新約負担を命じられる元となること、慶長十年午前兆の国高からの急増割に、わなことを理由に、 国高の7割である369,411国産と1章5号を表高として公認した。この表高は幕末まで変わることはなかったが、その後の新殿開発などにより、実高、裏高は、寛永2年、1625年には658,299国産と3章1号、上京4年。 1687年には818,487国余りであった。法暦13年、1763年には新たに41,608国を打ち出している。幕末期には100万国を超えていたと考えられている。また、新しい居城地として、豊富、山口、萩の三箇所を候補地として伺いを出したところ、これまた、豊富、 山口は文言にあらずと萩に築城することを幕府に命じられた。萩は豊富や山口と異なり、三方を山に囲まれ、日本海に面し、隣藩の津和の城の出丸の遺構が横たわる、ひなびた土地であった。上述のような経緯もあり、長州藩では、倒幕が国税であるとの噂があった。公説の一つに、 新年廃画の儀で過労が、今年は倒幕の期はいかにと藩主に伺いう立て、藩主が、時期尚早と答える習わしがあったとの俗話が知られる。歴史学者の井上茂雄が、もう年への家賃編纂者である、中原国平から聞いた話として、著作に紹介したのが書室だが、原文では新年ではなく、毎月元日となっている。この俗話について、2000年当時のもう年へ当主、 毛利元慶は、あれは、俗説と笑い、明治維新の頃まではあったのではないかという問いに、たのかもしれないが、少なくとも自分が帝王学を勉強した時には、その話は出なかったと答えている。江戸時代中期には、第七代藩主、毛利リ茂成が、法歴改革と呼ばれる、反罪処理や、神殿開発などの経済政策を行う。文政年、年には、 産物会所を設置し、村役人に対して特権を与えて流通統制を行う。天保3年1831年には大規模な長州藩天保一揆が発生。その後の天保8年1836年4月27日には、後に創生公王と呼ばれた毛利高地下が藩主に就くと村田政府を登用した天保の改革を行う。 改革では相次ぐ、外国船の来航や中国でのアヘン戦争などの情報で解剖強化も行う一方、班長公認の密貿易で巨万の富を得た。村田の出脚後は、坪井久きゅうえもん、むだ、す父正之助などが改革を引き継ぐが、坪井、い、むくと、す父は対立し、藩内の特に下級思想に支持された、す父正之助が、安政の改革を主導する。 幕末になると、長州藩は、後部が大論や尊能上位をよりどころにして、主に京都で政局に影響を与える存在になる。また藩士、吉田松陰の私塾、当時の幕府にとっては危険思想の持ち主とされ、事実上有兵、松下村塾で学んだ多くの藩士が様々な分野で活躍、これが、倒幕運動につながっていく。1863年。 文久三年九四月には、激動する情勢に備えて、幕府に無断で山口に新たな班長を築き、山口政治堂と称する。高近は、萩城から山口、中川原の御茶屋に入り、幕府に山口移住と新館の造営を正式に申請書を提出し、山口藩が成立した山口渡る人。これにより、萩藩は、 須を山口藩と呼ばれることとなった。同年、藍津藩と薩摩藩が結託した8月18日の政変で京都から追放された。長州藩は上位も決行した。下関海峡を通る外国船を次々と砲撃した結果、長州藩は欧米諸国から敵とみなされ、1863年、 文久3年5月と1864年、源氏元年7月に、英仏乱舞の列強四国と下関戦争が起こった。長州藩は、この戦争に負け、賠償金を支払うこととなった。1864年、源氏元年の池田屋事件、金門の変で打撃を受けた長州、山口藩に対し、幕府は、徳川義勝を総督とした第一。 自長州制抜群を送った。長州、山口藩では、無垢なしら幕府強順派が実権を握り、須府や家老、増田親世らの主戦派は失脚して粛清され、藩主高地下夫氏は謹慎し、幕府へ降伏した。その後、完成したばかりの山口城を一部破却して、毛利高地下、玄徳夫氏は、長州藩議場へ退いた。強順派の追手から逃れていた。 主戦派の藩士、高杉晋作は、伊藤俊介、白文らと共に、民兵組織である、力士隊と遊撃隊を率いて、空出た、源氏現の内戦を決行した。はじめは、高山寺でわずか80人にて挙兵した、決起隊に、民兵組織最強の騎兵隊が呼応するなど、各所で勢力を増やして、萩城へ攻め上り、強順派を倒した。この後、潜伏先より帰ってきた。 桂小五郎、木戸ウ、義を加え、再び主戦派が実権を握った長州藩は、騎兵隊を中心とした諸隊を正規軍に抜擢し、幕府の第二次長州征伐軍と戦った。高杉と村田増六、大村松次郎の軍略により、長州藩は、四方から押し寄せる幕府軍を打ち破り、第二次幕長、戦争、四堺戦争に勝利する。 長州藩に敗北した幕府の威信は、急速に弱まった。1865年には、英国のジャーリンマセソンの代理店である、グラバー商会から、薩摩藩の名義で、軍艦ユニオン号を5万両で購入し、1866年、慶応2年には、主戦派の長州藩重臣である、福永木助宅において、土佐藩の坂本龍馬を仲介として議論された末、 京都薩摩藩邸、京都市上京区で薩摩藩との政治的、軍事的な同盟である薩長同盟を結んだ。また、旧5月に高地下が山口に戻ったことで、洲を山口藩が再び成立する。薩長による倒幕運動の推進によって、15代将軍、徳川義信が大政奉還を行い、江戸幕府は崩壊した。そして、 王政復古が行われると、薩摩藩と共に、長州藩は明治政府の中核となっていく。母親戦争では、藩主の大村増次郎が、上野戦争などで活躍した。だが1869年、明治2年911月、山口藩の藩兵による、反乱、脱退騒動が起こり、一時は山口藩長が包囲されたこともある。明治4年、 1871年9月、山口藩は市藩の徳山藩と合併し、同年8月29日、97月14日の廃藩地権で、山口藩は廃止され、山口県となった。もう年江当主元徳は、藩知事を面貫されて、東京へ移り、第15国立銀行頭取、公爵、貴族院議員となった。なお、 母親戦争の戦後処理と明治期における山形有友に代表される長州伐の言動の影響から戦闘を行った会津藩、会津若松氏と長州藩、萩氏の間には今でも複雑な感情が残っているとも異れる。実際は長州藩軍は北越の戦いで進軍が遅れたため、会津戦争では戦闘を行っておらず、また占領統治を指揮する立場でもなかった。 現代の観光都市化の流れの中で現れた戦後、合図の観光史学により事実が歪められているという議論も行われている。江戸判定は、日比谷五門街に、上屋敷、中屋敷は、青山に、下屋敷は、うなぎ沢と渋谷にあった。その後外桜田に、中屋敷、麻布に下屋敷を移す。また、京都判定は、河原町、大阪判定は田平屋端に、 伏見判定は、京橋、長崎判定は新邸にあった。後に、江戸幕府に没収される。藩祖、毛利輝元と、道夫人は死後その隠居宅だった、萩の四本商店跡地に建立された某大寺、天寿院に葬られた。天寿院は明治維新後廃寺となったが、破壊は残り、道地は旧天寿院墓所として、国の史跡になっている。初代秀成、 二代綱広、四代義広、六代宗広、八代千親、屋、十代西広、十二代成長と、その夫人は大寺いに、三代義治、五代義元、七代重成、九代聖望、十一代聖元とその夫人は、東光寺に葬られている。江戸での菩提寺は、あたごの聖章寺で、ここは、市藩の徳山藩も菩提寺としていた。 その他市販の調布藩と新松藩は芝の千学寺を江戸の菩提寺としていた。歴代藩主の肖像はすべて現存しており、毛利法公会が所蔵している。萩市第一巻に掲載されている。以下は萩市や図録古文書入門辞典、柏書房で傍聴回転録や森の茂りをもとに作成された組織表をもとに記載。上記のほか。 明治新後に、石狩国カバト軍、ウリュウ軍、テシオ国マシケ軍、ルモイ軍を管轄した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。